おかしい、僕と鉄は互角のはずなのに僕の方がダメージが大きい。まだ気づかないか、それではお前は俺に勝てない。まだ僕が気づいてない。くそ、見えてんだよ、お前がガードを作るのも見えてんだよ。それがどうした、お前がいくら俺の動きを読んでも無意味だ。また衝撃が、外部の衝撃を拒絶したんだよ。ゼロになった力は無抵抗に俺の攻撃を食らうしかないぞ。俺の拒絶を操る程度の能力はお前の力を全て拒絶し無効化する。だが油断はしない、他の6名王を倒してきたんだ、格上だと思って戦おう。それは光栄だね、なら僕も全力で行かないと失礼ってことだね。面白い、今のお前が全力ではないのならぜひ全力を見てみたいものだな。さあ見せてみろ。ああ、ちゃんと見てろよ、あの時の僕と一緒じゃないところを見せてやる。なんだ、あの色の属性は見たことないぞ。解放。バカな、こんなことが。1ヶ月前は戦闘力12万だったやつがなんで。まずい、俺も霊波動を当てるか。いつの間に背後に。行くぞ、距離を取らねば。やろう。このまま押されっぱなしでいてたまるか。威力を高めた虚空断絶を見せてやる。霊波動。さあ、これで互角だ。絶風神、虚空断絶。さすがだね、まさか僕の全力についてくるなんて。なら僕も出し惜しみはなしだ。もう使うのですね。本来、ご主人の目は特別な力が備わっていました。それがとあるきっかけで力を失ってしまいましたが、片方の目には時間支配が残っていた。なら、もう片方にも本来の力の断片が残っていてもおかしくない。そう、時間支配、と体となるもう一つの能力。空間を支配する白銀の目。わかる、この無数にある衝撃波の中にある隙間が。バカな、俺の虚空断絶を利用して俺に反撃を。僕はここだ。また背後。何度も同じ手は食らうものか。どこを狙っている。俺の攻撃のギリギリを。この目の力は自分の周りの空間を完全に掌握し、理解することができる。時間は先を見たり、過去を見る力。それに対して空間は現在を広く見る力。今は見ることしか使用できない力だけど、今後はもっと強力な可能性を秘めた毒の力の一つだ。これが毒の持つ全てだ。絶風。よー。そ、こんなことで。なんだ。あ、あれ。力が。入らない。目の力が。やっぱりですね。メリア。言ったでしょうご主人。究極属性の使用時間には限りがあるって。だけどまだ半分残ってるはずじゃ。6名王、先決との戦いが原因ですよ。あの時、ご主人が不必要に究極属性を使ったから体が持たなかったんです。そして容量の大きい技を乱発して、まだ教えていない技術、知識を酷使しすぎて、今のご主人の容量をはるかに超えてしまったんです。そんな、あと一息だったんだ。あと一息で勝つことができたかもしれないんだ。メリア、どうにかならないの。残念ですが、これ以上力を使えばご主人が壊れてしまいます。何があったか知らないが、悪いな。敵に情けはかけないんだ。残念だったな、まだお前は俺に届かなかったよ。ご主人、ユユコ様の女性に向かうか。やっぱり力の差だ。ユユコ様、協力はいりますか。鉄、もうこっちも終わりそうだから必要ないわ。なんで、うぷ主さんは。俺が始末した。そんな、残念だったわね。ヨウム、あなたたちはもう全員限界を迎えている。そして刻一刻と私の計画は完成へと進んでいる。あなたたちは私の計画を指を加えて見ているといいわ。させません。もう諦めるんだな。うわぁ。さあ、ユユコ様、邪魔者は消えました。少々遅れましたが計画を。では始めましょう。新世界計画を。これでいい。ユユコ様はいつも正しい。だからこの新世界計画もきっと。僕は、また負けたんだね。結局、最後の最後で。僕はなんて無力なんだ。まったく、俺のくせに情けないな。誰？仕方ない、少々後遺症が残るが、お前に本来の戦い方を教えてやるよ。待って、君の名前を。俺はお前だ。いや、本来のお前。まあ、そういうことだ。で、どうする？もう僕は戦えない、でも勝てる可能性があるなら。
この身に何が起きても構わない。いい返事だ。よし、あとは任せろ。ご主人。ご主人、大丈夫ですか？無理に立っては。解放。ご主人、その裏は。羽が、待って、ダメ、それ以上使ったら。嘘。あの目、本来のご主人の目。まずい、このままだとご主人が壊れる。待って、ご主人。お前、なんで？それは俺のだ、返してもらうぞ。私の宝力だ。それがないと計画が。おのれ、貴様鉄、お前の責任だ。こいつを始末しろ。大丈夫が悪いぞ。いい加減に。お前程度では俺に触れることすら不可能だ。違う？バカな。俺の能力ですら。すいません、ユミコ様。あの鉄を一瞬で。どうなってるの？ブラックオーブが馴染み出したようだな。さあ、どうする？ここでお前も消えるか。そんなことできるわけないでしょうが。低波動。私の電力を受けてみろ。大丈夫。さあ、私たちの冥界は私たちが守るわよ。ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。